ショールームこれで配信するなうフィッシュボーンやってるよ髪の毛三つ編みじゃないよ小木まりなが嫉妬なんで嫉妬してんのまりなーっ小木のメールか本当にオギエカなんか私メールなんかやってるっけ AKB で一番に

こっちで配信したいな, <laughs> かないゆかちゃんの綺麗すぎて私のちょっとすっぴんさが分かっちゃうからこっちは画質携帯古いしファイブやからカニと最近仲いいから嫉妬しあそういうことか誰がマリちゃんマリちゃん嫉妬してんのかんないあその人が勝手に言ってるだけかもしれん STU の定力ね STU 来るよね 楽しみだねでもっこっちにも映って二大配信、ね、アンジュから LINE が来たよ今ミーアキャットじゃないーミーアキャットってデビューまだかよねそそこでフィッシュボーンって言うんだよお魚の骨そうそう,そう骨みたいな髪の毛みたいなうんっとえー じゃあ、誰が来てくれてるか、とりあえず、あやかは名前を今から、見る。読ま、うん、ないけどね。少し広げるんだよね。そうそうそう。そう後で。デビュー曲が決まってね。なんかね、マホンのショールームに秋元さんがデビュー曲が決まっ,たってね。ねどういうさ、配信してほしいの <laughs> 私には。 雑談をしてほしいわけ<ニ>みんなカニが横で配信してるよ今 <laughs> そう <laughs> だからちょっとゆかちゃんのファンの方はねキニクユはい、食いちょちょ、うん、たまにね、うん、お邪魔しますどういう自由な配信やったらだってまた私配信本当またいらんことばっか言って自分で自分の首を絞めてるだけになるからさカニが <laughs> カニが頼んでこれちょっと自分のファンに対して言っちゃったすごいネガティブだようんなんか一人でだからね配信,配信するのが あんちゃんが来た、あんじだよ、だって。そんなことないよー、だから。ダンス講座は一人ではしない。もちろんさ、ゆかちゃんとかとるときは全然いいけど。う,うんふふふ,ふ,ふ,ふ今日は高画質。だから、めま料理配信してほしいのみんなは。仕事なう。おあ、うんじにタワー投げちゃうよ。 料理配信だって投げなくっても。<何>じゃあ、料理配信に。何は誰かと二人でやるとポジティブになっていいんだって、うん、確かに。そうそうそう。一人になるとネガティブになっちゃう。うん、ねぐら。ねぐら。おー、危ない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 ,危ない。<laughs> 危ない。あれ、今中の人中の人かと思って違かった。だからさ、どういう、 料理配信をしてほしいのか。ほら、カニちゃんがやって。ゆか <laughs> ちゃんのファンの皆さんゆかちゃんの<ら>ファンの方待ってるよえー、それで <laughs> それで両方も声が混じっちゃう。ね。ねなんか高倉ちゃんの配信始まったのよ。高倉ちゃん行って来ればそうやって言うなら。なね、やばいよ。カニがさ。<laughs> <laughs> <laughs> あかんあかんあかんまたまたあかんあかんあかん自分で自分の不意を締めてる。だから私はやっぱ、ーんー、なんかねぁ。お支援しますバイバーイお支援っていうよりお多卒したらいや, <laughs> やばい。<laughs> 一人でだからもうやだやだやだ。一人でだから。が やばい。や、イクビンさんに LINE しないと。やんだ、イクビンさんに。ゆかちゃんの皆さん、助けてください。ああ、みんな、みんなやってだい。やだ、やだ、やだ、みんな、もう見たくない。私、ショールームしてあったのメールの返信読むの怖いもん。ああ、無理、無理、無理。大丈夫、大丈夫。ね、大丈夫だよね、カニちゃんはね。だってさ、うん。あ、固まったかも。うまくコミュニケーションでき うん、やっぱ私は一人で配信することがわかんねやあー無理無理ショールーム恐怖症になっちゃうねカニねうん着ぐるみ恐怖症の次に私の背中をいい台にして使まんといてくれ <laughs> 埼玉から見てるよ本当に私も埼玉出身だよ、うん、助けてあげてカニ助けてあげたいけどねゆかちゃんのファンの人に会いたいなゆかちゃんのファンの人みんな優しい人いい人だよね 生誕とか見てる。カニにミルクやって泣きやましてる <laughs>。それなぁ。カニの生誕祭も感動したよ、私。本当に。なんかゆかちゃん最初に泣いてたよな、一番最初,番初え、なんかゆかちゃんが泣いてたよな、面白い感じ。カニの生誕祭一番に泣いた。サプライズレーンは、u t v 私の u t v を持っていただければ、ち,ちょっと嬉しいなぁ。<laughs> 佐佐渡渡かから見から見すごい涙もろい涙もろいんじゃないんだよなんかしょうがないじゃんなんかなんだろう、うん、なんかね涙もろいんじゃないよもうだって考えるだけでさ来ない生誕祭ってなんかな泣けるものがわかる生誕祭ってなんかその人のこと考えたらさね そういうくのこの経路をたどってたらそうななになんかもう感感動するもマリナちゃんのセッターっも,もっとヤバいとうどういう,どういう配信をしてほしいのみんなは私にいや優しいとかそういうのじゃなくて雑談とかやったら絶対サージこっちゃうから私た視聴ルームはね似合ってやか開いていただいたらどうなっちゃうんだろうと。 月眠たいな料理してほしいの料理をしてほしいの料理をしてほしいのかダンスの解説をしてほしいのかメイクはしません自己配信をしてほしいのみんなはやさぐれ配信はしてほしいの ね、いい生誕生だったよ何配信をしてほしいの皆さんはに親の気持ちとかになって手紙入れなくて自己配信望んでる人はまあいっ言わんとこ泣いちゃうよな、ほんとによな、やっぱ私一人で配信することがよくないと思うからやっぱショールームをダウンロードしたらやばいよ、絶対カニ暴走してないん？カニ暴走してるね カニとな <laughs> ゆかちゃんの配信行きたい。カニとなりうん。おぎ <laughs> のゆかちゃん、かわいいな。んな今日カツオちょ、待って、カツオからさ、し来年。えー、みんな優しい。うん。うるうる。ありがとう。ポッパヤギ食べよう、一緒に。

そうラブラ行ったらパパもぽやきわかるーうーん,うーんさっき騒ぎすぎたからなゆっくりと配信しようかなねえタたらいいね押してほしいの私ほたらはやまないでねやまないよもう何かあったら常にねもうガトピーとかにも相談してるから読むことはないゆかちゃん見ると感動するえ なんでカニちゃん頑張ばれーカニちゃん頑張る。頑張るやっぱ一人で配信はしちゃあかんと思うな<前>私本当思わへんみんなまた来てねそう押した、ね、ありがとうコラボ配信できたらいいのになこれモバメとかにね全部そう書くからね全然ねやっぱ一人やったらあかんよな私ねーまるってきた 全部書いてるかも、上目にうんカニちゃんに元気出してって伝えて、オッケーカニちゃん頑張れ、ウね、一人は危ない、私赤ちゃんやから一人やったら限度わからんとポン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 言っちゃうからね,、ま、かねだからと、メンバーとのさでもなんかさ、なんか喋ることというか全然なんかつまんないよ、絶対この配信でも、拡散しないでね ゆかちゃんのおかげいつも感,感動しないよ、うん、アイドルの日常 <laughs> だらーん寂しいから消えるの、うん、あんちゃんが…あんんちゃんから詰めたラインが来たよ公園行ったのありがとう公園楽しいよなそもう寝れる,よもう寝れるお昼寝 来週のの眠っったたてる気がんんじゃ,ん当ててじゃあ私のの思いい出の品を紹介すここれいしょ、はい、これはかゃーの顔読めな頑張ってお勉強は眠くなるよ眠 <laughs> 眠くくななるるんだってお勉強、うん、お勉勉強強からな。うん 今からバイトババイトかバイトトかも頑張って寝ちゃダメよゆかちゃんは一人しかいないよこれゆかちゃん,んかわいいねゆかちゃんあゆかちゃんが二人だこれ私の大好きなお気に入りのものほんとにこれですほんとにあ似てる <laughs> じゃあて,そう似てるほら 会いに来てね。握手会。まだね。大丈夫。まだね。なん、応募ね。こっち向いて、ゆうかちゃん。ゆうかちゃん。上向いて。上向いて。上向いて。え上向いて。上向い。て上向いて。上向いて。下向いて。 コメント読んでえどっううどういうこだカニちゃんのショールームで遊ばれてるゆか <laughs> あはいアクシーってすごいもうすごい宣伝してるね私可愛にでもいいくないこれ似てるやんな私が寂しくなった時はこれ一緒に寝てるのアギのゆかちゃんのミーアキャットうん 録音会たくさんあるや <laughs> 私、ね、これはゆかちゃんにもらったの録音会だけみんなね来てくれないの来てくれないの録音会来てくれないの録音会来てくれないのマネジでるマネジでる、ね、だってゆかねなんでかわかんないけどこの声が悪いのかなそれともただ単にさ人気があるのかわかんないけど録音会だけ全然なの同じく声が遅れてきて

なんかやってるよ、一人でいい。可愛いねゆかちゃん今日も。おかっぱ泣いてる。可愛いね。なんで？なんで？でもうえこ泣いてるってよカニ。なんでだろうなんでだろう。可愛いねゆかちゃん今日も。ゆかちゃん今日も可愛いね。隣のっやばいよねちょっと。ゆかちゃん。可愛いねゆかちゃん今日も。今日お泊りに来るよ、仕事さん。可愛いね。 ゆかちゃん下野さんばっか言ってなん、うん、ごめんねらごめんねいいよゆかちゃんかわいいかわいいそうですね NGT のメンバー以外はね下野さん初めて他のメンバー私はね育美さんと一晩過ごしたことあるの。 ねその時にね、ねコンビニ行って、イクミンさんのアイスも一緒に買ってあげた。い,い,いくまん、いくまん。んん <laughs> キャンドル。私は、やんでるんじゃないキャンドル。すぎる私はキャンドルや。や火ついてないやん。火ついてるから、や、炎上するんでしょ <laughs> い,やいや、本当に今日はやじてんげいったのただいま。キャンドル。私は、 病んでるアイドル。かかいいキャンドル。私、病んでるアイドルやから、キャンドル。キャンドルや、私。ポッキー、ーポキポキポ、キ折れちゃった。おかっぱちゃんのパフェ食べたのいいなぁ。でも、私はダイエットしてるからね。ヤン病んでるアイドル、キャンドル あやかにことたなやかです。ゆか。カタカナ好きなの、半角のカタカナが好きなの。ゆかちゃんとお話ししたい。じゃあ私はアイドルじゃなくて、ヤンドル。やからな、一人で配信しちゃうと。うとでもね、ゆかちゃんと一緒に配信したら。めっちゃ楽しいし。ゆか。ちなんか一人でいると、ネガティブになっちゃうから。 見てうん？ああ<ー>、いや、これ、これ何？別にこいつ、こいつあなるほどねそうゆか、やばい、みんな買った感覚のメイクのやっぱゆかちゃんだなぁ若干のメイクで毎回一緒に配信したら楽しいゃんの癒されゆか、癒すつけるとかじゃないんだよな うーんゆかは、ゆかはなんだゆかなんだよな。空気 <laughs>。ゆかちゃんの。ん昨日ね、まりちゃんにね、誕生日プレゼントを渡したの。そしたらまりちゃんが、なんか、かゆかすけまりちゃんが、めっちゃ欲しかったやつって言ってくれたのが嬉しかったです。 ゆか、愛してるよだって <laughs> かゆいよ何あげたの <laughs> 何あげたかはまりちゃんに聞いてだって何あげたか言ったら値段調べるじゃんみんな今日はちょっと夕方から、ね、恥ずかしいからやだ,だら、ね、ガタピーメールに書いてあったまあね普通のやつじゃないよ魔法のやつあれは自動でウィーンってなるからさ <laughs> だから UFO が飛んできたー そう、だからね、結構いいやつ。でもね、明日はね、明日はね、誰の誕生日か分かるかみんな。明日は、誰,誰の誕生日か分かりますか分かる人は明日誰の誕生日か ?10 月17日ははい。はい、まだ、はい、まだ答え来てない。俺やでじゃない。 ピンポーン<れ>私の、大、好きな、大島ゆう子さんの誕生日でーす<れ>いやー、28歳かなあれ ?28 歳か私と9個違いやから。パチ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 優ゆう子さん、お誕生日おめでとうございまーすウィル。 おめでとうってこっちでもみんな言ってる。おめでとうございますゆうこさんゆうこさんに会いたいな。ウィル。あ、加藤みなみねからやっと LINE が返ってきた。ちょでも今はゆうこさんの話いいして。ゆうこさんのね、お誕生日やから。ね,ねゆかちゃんがベッドにね、転び出した。寝ていいよじゃあ私はこっちで配信す、ね、それね。 ゆうこさんのねお誕生日です明日はまりなちゃんと一日会ったことは高見奈さんのコンサートであった寝るなしー了解起きるゆうかちゃんのうーんでもなーこんな全国放送で話したとか写真撮ったとかそういうの言っちゃうとあんまよくないよね だから私前髪がすごいさパ政見放送です秘密何をでも優子さんの目はすごいキラキラ輝いてた <laughs> めっちゃネガティブやんカニちゃんはう <laughs> んやっぱりぜやっぱりぜカニさん元気だねだってよかったよかった パッツンと言ったらビビアンね確かにビビアンすごいよねパッツンっていうかもうえんしたこさんの誕生日か会いたいなゆうこさんがいる時代にも入りたかったなパッツンがいいから急いときパーンって,てる変形ポーズ MGT 見たいけど遠い遠い」「どこ住んでるの?」「モバメの変身は深夜に見そう深夜には見れないんですよ」 ビビアン推しです嘘？そビビアンだっけそう深夜には見れないだけど朝には全然見れるあの時間とかもちゃんと表示されるお出かけするからメイクしないとなそろそろすみませんももめとっ撮ってて取ってないんか UTV、ね、持ってきてね時間,出る時間出るよ時間出るよあと名前もちゃんと出るよ今日 そうなのかそうそうそううんモバメの恥恥ずかしい恥ずかかかしししいいいなななんでなんでで私,私しか見ないよ加藤とね、モバメ撮ってるけどおばあちゃんによくそうさっきそう、おばあちゃんに写真でもいいよ。何でもいい。 懸命のまんま私ね、じゃあ大切なことをここで言う。んなんかメール来たわよ私、じゃんけんするときさ、<laughs> グーしか出さへんから、それ間違えた大切なこと言ったよ。じゃんけんするとき、グーしか出さないよ、私。大切なことをここで私は言ったよ。ううい、髪がちょっと…大切なことをここで言った。はい、みんな、覚えて、拡散し,して、グーしか出さない、私は。グーしか出さないから、グー。はい、ちょっとゆかちゃん泣いてきた。 グーしか出さないよ、じゃんけんすつき。わか,か,か,かった秋祭りには UTB 持ってくるんだよ。それで、はい、じゃんけんは私グーしか出さないからね。勝つならパー出してよ。わかった本当にグーしか出さないから。<laughs> 本当にグーしか出さないからね、私、じゃんけん。 でもこういうこと言うとちょっとわざとチョキとか出したくなっちゃうよね。<laughs> いやでもほんとに、私、いやちょっと待たんかーいって。チョキ、私が勝とうってなんで私が勝たなあかんねん。じゃあ私のババ抜き。私のババ抜き。来たことありますあなた。私のババ抜き。何 <laughs> でいんなんかやばいって言われてる。面白い、うん。ね秋祭りは、 席持ってきて、パーを出せば、あなたの勝ちです。いったでしょババ抜き。うそういうことじゃん。私のババ抜きのやり方を見ましたかはい、私は大切なことを言う。グーしか出しません。イーグー。聞いてるけで面白い。いくよ。じゃあね、最初はグーじゃんけんグー ゴリゴリゴリなぁ。ゴリゴリゴリなぁ。ゴリゴリゴリなぁ。ゴリナちゃんも。だから。わかったそう。皆様がパーを出せば、確実なんです。まあ、信用するかしないかは、皆様次第ですけども、私は、皆様に楽しい思い出として帰ってほしい秋祭りを

来てくれんかった私一人やもうそうだねあのさバレンタイン赤い糸のやつやるよねなんか赤い糸でさ同じもの引いたらオッケーみたいな秋祭り行けないのじゃあ今度は次の握手会は来て約束約束して <laughs> 約束してもう約束しないとショールームしないからね約束して

秋祭り楽しみやなでもねあとねパジャマ着よっかな着たいパジャマがある録録音音ととワワンンシショョッットトがが残残っっててるみんなよそうだじゃあ録音会ねせっかく来てくれたのに当たらなかったっていう人はまあいるじゃん普通にだから今から言う言葉を録音してください

間に合わなかったそれはタイムアップレック録音できなかったのかそれはしょうがないでも私はやることをやったからねしょうがないな録画したじゃあグー出すって言ったからね私。 ラブトリップの握手会って大阪とかないっけ？うん<ー>。あラブトリップのはいつで終わり？十一月ので終わり？ちょっと加藤にライン返す。ある？ちょっと加藤南さんにライン返すから。お<ー>ちょっと待っててね。<laughs> いつもあやかみます。ありがとうございねえねえ見て。<laughs> はい。 加藤みなみがいるところに迎えに来てくれるって言ってくれたじゃあ迎えに来てもらえばおぎんちでも大丈夫いいえ、この時間やけど大丈夫これうんえわかんないえわかんないよなこれマリナちゃんから l i n が来たらあるあ、じゃあマリナちゃんからライン来たら教えてあやかも加藤に返すねあと充電器貸してほしいあ、いよでも充電器ないの充電器どこやったっけオランジのやつだよねこんなここにないそこに

そうなんかだからささか、ね、秘密ですそうあのフォトセッションで一人であんなに泣くと思わなくて私フォトセッションで泣くなんて多分いないじゃないですか他。そうびっくりしちゃった私自分でで私泣いてんのって思ってフォトセッション <laughs> いやもうフォトセッションはもうこれ一人だからもう自分のステージじゃないしかも自分のことが違うそうプライベートだからさー だからもうここはもう全部もうもうなんかね全部もう持ってること言うチャンスだからファンの方にグーしか出さないよ。来週やる。誰が泣かすんだもん。みんな泣かすんだよな。ジョージ待って。ジョージ待ってとかじゃない。なんかフォトログで言うかメールで言うか。そう,そう違うんだよ。違うんだよ。うん何でよかなって思ったけど。全部持って,て。検閲が入っちゃうからさフォトログとかメールとかグー出すって言ってちょっと否認されたらちょっとイやから。 なかショールームで行っちゃった司会のお姉さんも泣いてたりとから、ね、司会の方泣いてたの涙腺がおバカそう涙腺がおバカになってるよゆうかもうゆうか涙腺おバカになってる <laughs> そうなんかもう絶対泣かないって思っまずフォトセッション1回目が1回目の時はなんかすごい初めての1人だったから絶対にもう人が来てくれないと思ったけど 来てくださったからそれに感動して泣いて次は泣かなかったっけ二回目はおぎちゃんもなしが2回目は泣かなかったけど確か多分三回目この間のが自分え泣いたっけ二回目泣いてないよね二回目おぎちゃんの横行こ2回目は笑顔で終わったんだよそうセーフだよねそうだけど三回目にあの三回目のついこの間のフォトセッションでなんだっけなんかその とある質問をいただいて目標みたいなその目標をまあちょっとまあ言ってでも皆さ面白いコメント読もちょっとなんか感動しててさすごい勇気出なくてね言うのがそう泣いちゃった面白いコメントなんか次は笑わないから次は笑顔で終わらせるので面白いコメント読みたいな次は次は泣かなんかみんなが泣かせる質問ばっかしてくるから、ね、眉毛見えてるななんか。 私眉毛切れちゃうからやセッション感動して本当にもう泣かないからね次はもう笑って終わりにします早く公演したいな当分公演ないから暇してる笑顔で終わらせる泣き笑い<笑>泣き笑いしてね泣かせる質問希望そういうことじゃないやだよー恥ずかしいの なんか終わったとやばいなんで私泣いてるんだろうまた泣いてるじゃんってもう,うん<え>ありがとうって言うと大木、ね、ちゃん大木ちゃーんはい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 そら一瞬のことしてる大木ちゃんだってあー面白いかわい,い こうがいうさ聞いてはい、はい、どういうコメントを拾って読むのなんだ普通にでも目にはた止まったのを読んで,で全部こう全部だからカメラ目線じゃなくてずっとコメント目線だ<ー>私だ目に止まったのが悪いコメントやったら<え> <laughs> 読んじゃえば間違えて読んじゃうじゃんね泣かせてやるだっていい、えー、あっ<ー>あ,あ 噛噛んだだよまたゆかのの腕噛んだほら噛むのこうやってイエー噛んじゃったあー痛い痛痛痛痛痛痛い痛い痛いいい痛いもう また噛んだな。中減ったから噛みたい。噛みたいよやから、私。噛み <laughs> <対応 S 2> たいよ。噛みたいああ意外や、意いや、バカー噛みたいよやからさ、<う>私。噛みたいよ。そっちの噛みたいよじゃなくていいの。<laughs> 何噛<神>もう、噛みたいよ。噛みたいよ。素敵な対応をしてください。噛みたいもう、噛みたいよ。じゃあ、神、神様の神の方の対応してください。 カニは太陽やからカニの太陽ひなたじゃんかカニが太陽カニ太陽もうもたもかもうもかったもうもうもうはさみじゃないのかって言われちゃったじゃんかこっちでなんやねんこれはあ スプライズレーンは神対応だって夜うんスプライズレーン神対応もちろん私握手会神対応いや神神っていうのはおかしいな普通に一般ぐらいの対応,対応でも次とかじゃないからさ中の人に怒ってもらおう中の人はね明日中間テスト頑張ってねテスト寝ないように 一緒におめたくイベントさありいいなそうだはい、宣伝もうすぐで1か月じゃあ1年う、ね、1> やからうんと再生回数を10万回目指してるの。 10万回目指してあやかにターンのだから今8万回ちょっとなのであと1ヶ月で2万回いくかな10万回目標にしますだから私自分で自分のやつは見ない見てない恥ずかしいから。 見てほしいだから皆様に見てほしいです10万回目指します1年での見学させていいいただてくの普通にそう新潟駅でもね流れてるののレーンがすごいしだからいつも私新潟駅行った時に自分で自分の顔を見て若かったなってあの時はあの頃はこれは絶対私がファンだったら絶対嬉しいなっていうタイミてて 10万回目指します。再生してくれたら嬉しいです。うん。うにいるのかな新シリーズはないな。にちゃん隣にいるのはあやくにちゃんだよ。塾行くときに見てくれるものもいいんですけど、あやかにたん10万回再生目指しまーす 再生してください今8万回あと1ヶ月で、うん、1> 約1ヶ月でねドさんであと1ヶ月で1年なのであの試写会から初めて私が一人でやったお仕事させてもらったお仕事の私握手会のうんか名前を覚えるのは握手会が終わってうん、えー あの時緊張したななんかしかもさ10月11月かとかまだまだ入って4ヶ月とかやから1人でお仕事とかなんか私喋りとか上手くないからさ緊張してためっちゃ試写会の時何て言ったらいいかわからんくてオーディションのこと聞かれて私オーディションで初めて新潟来てその時が長岡やったから。 なぜか新潟市の話してんのに長岡の話しちゃったからとかなんかそういうミスしたなーって懐かしいなあの時新潟市のプロモーションやってんのになぜか長岡市の話してたしい,いつの間にか <laughs> でも私篠田市長様とは仲良しと思ってる自分では、まあ、勝手によくねラジオもご一緒させてもらったし そうだから県外の県外出身の出身として代表で私が新潟市をアピールしよう書かれ不幸が <laughs> あゆの,のノートに新潟市長様はすごいいい人んなんかすごい、ね、でもやっぱ本当にやっぱしゃべりがうまいからなんかめっちゃフォローしてもらった試写会の時とかもなんかあい楽屋に挨拶

まほ <laughs> ちゃんが言ってたそれですごいね優しかった自分のおじいちゃんみたいやった優しくて「一緒に頑張ろうね」って言ってもらって緊張してたけどその時に初めて篠田市長様に会ってでもめっちゃ優しかったからなんか市長ってやっぱりさええらい何えらい,何偉いさ でもあのイメージがあるから怖い人かなと思ってたけど全然優しかったからなすごい楽しかったしあの時の試写会もあの動画を「あやかにたん」って名付けてくれて私のお兄さんあのお兄さんのお兄さん,兄さん<の> <laughs> です島田市長名前聞いた時にすぐメモノートに書いて絶対 AKB グループに入ってこの人たちの名前を呼ぶんだって思って。 その人あとはるのがあるから桜を見る会でも,でもでお会いしました市長様と新潟市長様と,と,とお会いしましたね。うん 桜を見る会はねなんかいい経験になったすごい,いで,す、ね、でも桜は綺麗やったなやっぱん<ー>うん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 なんかなんかなんかどうんうんうんうどうしたらいいか分かんなくてバイト AKB ってなんかだから

で名前書いてノートに、うん、結構その時の人が来てくれて嬉しいなんかそのノートのおかげで結構覚えたっていうのもある小ちゃんの声聞かえてる <laughs> ね, <laughs> ね同じ時に <laughs> 何,何もない同じ時にお互いの話をしてたそうあとドラフトの時も一緒だドラフトの時はね私ね見に行ったんですよ

家に家にさ実家にあった写真をさみんながみんながさあのファイルをみんなっていうかなんかほんまになんか送ってきてくださってたくさんの方がだから家にあった何百枚の写真を持って帰ってきてファイリングしたから。 めっちゃ今見やすい状態にあってそう4冊ぐらいあるだから今度はショールームする時はトレードしようあはいじゃあ私の希望言います言っていいんかな私の希望私の希望は大運動会の田野や香にちゃん田野や香にちゃんが。 欲しいです。あれ超漏れてました。私あの写真。だからちょっと一万円でいいのでい提供します。い何人ぐらいスクロールでこうやってやるぐらいだから結構いる。ちょっと見てるね<ー>後でね私の希望でーす。七私が提供するのは私の笑顔。<ら>はい。スクショ一緒に書いて名前と覚えてる限りだ覚えてる限り終わってすぐ携帯触ってるだから。 こういう名前たことないから今度じゃあ名前教えてくださいはい提供しました私私のスクショ提供しました名乗るほどのもの,なのそんなだから 1>, な1枚だけ <laughs> でもでもね私は大丈夫も<う>自分で無限しよっかな,な <laughs> あ 自分が書かれてるかどうかめっちゃ気になる。あ、書かれてますよ。だってわかる？名前でわかるかな。なんか生写真はなんか昔は普通に趣味で集めててなんか普通にまあじゃん生写真じゃあ充電じゃ充電じゃ充電器がなんか自分のなんか趣味で集めてたけど今は自分が生写真撮ってもらう側やから前の日とかになんかポージングとか結構ね。 見てなんかそうでもやっぱ優子さんのバリエーションが本当にすごいなって思ってうん、かだから前の日はちゃんと前の日はちゃんと生写真,生写真今まで集めてた生写真を見て勉強して次の日に臨んでるししううでた,たまに外れちゃうことがあって申し訳ないんだけどたまに一致することがあるからよっしゃーってなる。 だからね、月別とかが結構勉強になるのどっちかっていう、だから月別とか見てる、最近は、うん、でもやっぱ私、写真写り悪いからやっぱね負けないように頑張ろう,、うん、うそうなんですよねーいの私、目がさ、はい、形が うまく対応はできないからないと、こうやったらめっちゃ一円、ね、みたいに見えちゃって目つき悪くなるかな。じゃあ、うーん。のえの握手は別の意味ですご、ね、い <laughs> のえちゃんめちゃくちゃ元気だもんね。誰の生写真がいいんかな。う緊急地震速報？ね思った。 大丈夫。え。うん。ピッカリンさん。えー、大丈夫す。うん、すごい揺れ。え。どうしよっかな。う,う,うん。机の下潜って。机の下潜ってね、ちゃんと。お菓子もだよ。出張公園楽しみ。 喋らない戻らない戻らん横にして配信して,て、ね、縦の方が枠的に、うん、私何場でもやりたいな、うん、大阪で、うん、ごめん俺がジャンプしたせいでマジか気をつけてね,ね大阪でやりたいな、ね、私も 東北の方か。机の下に潜ってね。うん、新潟はなんでも感じなかったな。じゃあ次配信するときは、地震怖いね。生写真。うん、みんなと生写真の話し,しよう。 ね、これはいついつに買ってみたいな。地震怖い。雷、うん雷もな、雷すごい怖い思いやったんだよね。なんか幼稚園の子の話と、本当に一人で家にいお留守番とかもできなくて怖くって、その時にちょうど家に一人でいて、時間があれば、ま、でもね私今月もボーンって九千円で育つ九千円しかないから、っすっごいものすごい雷が鳴って。 あんまりね、食料にお金かけるないのだからうななまあお金があるときに食料は買ってお化けて怖く一、うん、人で家出てて電話の音が怖くも私か銀行行かれへんねんな。銀行が だからさお金をさおろすにもおろされない,い,い銀行にはないコンビニはねもちろん手数料がかかるから私は使いませんよそんな<や>9年だって電気代をさ3桁にしてキャーキャー言ってる女がなんで3桁使って銀行でお金をおろさなあかんねん 感じでやろ <laughs> な、よく考えたらそうやんな。11月さん,はよかったやんど本当にありがとう。ありがとう。待ってるね。新潟も雷。確かになんかね冬ね。雪が降る前ぐらいにすごい雷。な雪起こしって言ってたっけな。新潟の子が言ってて。だよね。多いよね。新潟雪降る前雷。私今。だ

考えてるどうかなって、ね、靴下はねもうちょっとひねりたいかなかハンドクリームは私があんまり好きじゃなくて匂いやっぱ人が匂いとか気にするから自分の好きな香りとかあるからあんまりうーんって感じ。 お化粧ポーチはやっぱそれも自分の好みがあるあまあそんなんやったら全部自分の好みがあると思うねんけどお化粧ポーチはだって持ってるやん自分がだから持てないやつをあげたいなと思ってなんか私イクミンさんにはミンさんさ47都道府県回る方やからなんか持ち運べって日頃使えそうなやつがいいなって思って。 うん、なんか電動歯ブラシをあげたんですね、<laughs> イクミンさんに、<laughs> そう、イクミンさんにタンプレであげて、うん、で、電動歯ブラシ良くないイクミンさん、いつも47の都道府県回ってるから、持ち運べるし、使えるからいいなって思って、電動歯ブラシはあげて、それで,で。 まりなちゃんにはまりなちゃんは,は終わりです<は>今日の配信はまあ、えっと、あれをあげるコップまあ普通のコップじゃないそんな普通のコップじゃなくてすごいまりなちゃんが喜んでくれてこれ欲しかったコップね、まあ、これも電気に関係するコップなんですけどもまりなちゃん大人やからコーヒーとか飲むかなと思って飲まへんかなまりなちゃん,マリちゃんだから楽しんできてねありがとう いっぱいお会いしてくるイヤホンはもうちょっとひねりたいん面白い、えーうん、ヘッドホンとか私が使わんからなんかあんま使うイメージがないねんな入浴剤も私使わんからさ紅茶セットだから、ね、今涼香さんのタンプレを考えててポーズでも涼香さんさ料理が得意やん めっちゃ料理得意なイメージがあってほんと涼香さんのお母様とかめっちゃ料理がうまいイメージがあって昔なんか2014年ぐらいにりょうかさんのググタス見ててそしたら今日は家族でクリスマスパーティーみたいなそっち系のググタスを更新していてそれでなんかもうほんまにそれがガチのクリスマスパーティーでお店みたいな、ねね、錯覚するぐらいめっちゃすごい,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 いうかさんちお料理上手やしうかさん自体も料理上手やから。 なんかそういうかわいい、おしゃれなちょっとね、オフランスとかのオフランスオフ,フランスじゃないなんか普通にフランス料理とか食べる店にあるなんか食器みたいなあげようかなと思ったけどでも絶対絶対ってわかりやすいけどでもなんか,なんかりょうかさん持ってそうりょうかさんおしゃれやか,だから。 んっって思って思、えー、だからま一、あ、つでも一個考えてるのがあって涼かさんワンちゃん飼ってるやん名前知ってんねん二 2>, 2匹ともかだから <laughs> 考えてるそうなんかワンちゃんのワンちゃんにも使えるし人間にも使える。 すごい私は便利なものを見つけたんですよしかも多分絶対これ人とはかぶらへんなと思うそれにしよっかなって考えててんかうん。終わって涼香さんに使われへんからそれかだから嬉しいですうん考えてるんだよね何がいいかな<っ>もうそろそろ行ってきまーす ちょっとね着替えないといけないしなじゃあ今日のいやもうショールームだけなの,のにすごいボソボソになっちゃったんだけど準備するうん準備する今からうん LINE 来たまりちゃんオッケーじゃあじゃあ私もゆかちゃんとじゃあ私はこれからここまでに向けてありがとう皆さんこれからっていうかまあこれからの時間に向けて私はメイクをするのでほらまだ何もしてない,い だんだん暗くなってきたなじゃあねお返事もすぐ読むからねお返事もすぐ読むからね待ってるよ待ってるよ前ってるぞってるおいおいバイバイじゃあ一斉のでできろやありが一斉飲でできろこれどうやってきんのどうやってきんのこれこれ。待ってじゃあ行っててゆかちゃん愛してるよだってありがとう大好きだよまたね。はいこっちもバイバイ